毎日更新を再び始めたドグチューブ、ドグマ学びでございます。歩みを止めてはいけません。人はこの道を行けばどうなるものか、行けばわかるよ。ありがとうやる前に負けることを考える馬鹿いるかよ。出て行け。暑いですね。今日は仙台から帰ってまいりまして、いろいろやっておりますけども、それが老いがすごくてですね、僕いやらしい話ですけど、チンゲに白髪が2本、マジでやるので、その2本抜くんですけど、抜くたびにこう白髪が倍増していくので、これは偉い状況ですよ。そんなに嫌な顔するなお前ら。お前も白髪結構生えとるぞ。で、視聴者の皆さんね、白髪抜いてはダメです。違うものを抜いても白髪抜いてはダメですさあ、下ネタがズバッと決まったところで、今日も線の自動販売機行きたいと思います。行きましょう。あっ、変わった。お、出ましたよ、流行り物のこのね穴状、穴状に変わりましたよ。穴状って訳し方を、略し方おかしくねえか。穴状ですよね、アナルと雪の女王ですよもうひどすぎるな、下ネタが。ほら、アナと聖の女王、もしかしてだけど、ありのままのお宝ゲットしたいんじゃないよ、ダメよ、そこは触っちゃダメ。下ネタが好きやもんおモヤモヤサマーズの DVD が入ってるってこと。あ、これは入ってるんじゃなくて、この DVD ボックスの中にこの1000円の自動販売機の回があるよってことなのかな、うん、このモヤモヤサマーズの中でこの1000円の自動販売機が有名になったそうなんでね。あ、ちょっとだから2番煎じっていうことないですけど、我々もちょっとね、このメーカーさんとタイアップしたいんで、メーカーの方見てたら こちらまで連絡くださいよろしくお願いします。あの、できたらこのドグチューブ僕 DVD にしたいんでお願いします。 DVD にしたらこの視聴者の皆さん買ってくれますかね、うん、全ての回を DVD にしてね、コミケ、あ、今日ねコミケちょうどやってますけどね、コミケを1個どうやろう、6800円、DVD ボックスだけ。 DVD ボックスってあの DVD-R で焼いたやつ1枚の紙ペラ入れてみたいな、それで6800円みたいなぼったくりですからね、俺は。昔 T シャツ、パーカー6500円で売ったあれぼったくりやったな、あれうわ、すげえ、4つしかない。なんか今日出る気がするな、これでいこう。おお、あ、まあまあ重めな感じでしたね。もう俺分かったよ俺分かったよ、もう分かった。あのマラカスみたいなやつ絶対そう。これもうん、あ、これもシャリシャリいってるもん絶対そうやん。3回目も同じもんね。でも出られたらこんなもんね。はい、出ました、カシローラ出ました、カシローラ。おー、ちゃうわ、3回目です。これだけと思いきやスーパーボール、爆笑ボール。おお、もうこれええよ、爆笑ボール。もう前回3回も使い倒したやん、これ。またこの終わりかよ、もうええわ、もうさあ、ということで、爆笑ボールばかり出る製の自動販売機でした。さよなら。うわー、危ない。チャンネル登録だ。